どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、今、ね、羽田空港にいまして、今からね、ダイヤモンド修行の続きで今回は、東京からニューヨーク往復したいと思います。で今回もねニューヨークにちょっと、まあ、今回短いんですけど3日間ぐらい、ね、滞在するんですけども、今回もこれも全部ダイヤモンド修行のうちということになっております。ひとまずね行き、東京ニューヨーク、もともとエコノミークラスを予約してたんですけども、行きはマイルでね2万8000マイルでアップグレードいた、してですね、空席待ちだったんですけども落ちてきましたんで、今日8月6日なんですけども、夏休み始まってるんですよね。よく落ちてきたなと思うんですけども、2万8000マイルで、ビジネスクラスねアップグレードさせていただきました。今まだね6時前なんで、もうちょっとしたら、チェックインカウンター開くと思いますんで、もうちょっとね荷物等々整理しつつ、空港の方で待ちたいと思います。今羽田空港国際線に来ておりますんで、それではね行きたいと思います。あと数分でね、チェックインカウンター開くんですけども、やはり8月の頭、夏休みということもありまして、ビジネスクラスもねこんな感じで結構な人数並んでおりますね。それでねもうちょっとしたらチェックインしたいと思います。それではね、今は6時20分ぐらいなんですけども、そろそろねチェックインカウンター開くと思いますんで、チェックインしていきたいと思います。18A の席に、窓側のちょっと翼がかかってしまう席ですけども、窓際に、ね、変更させていただきました。ちょっとね夏休みということもあって、手荷物検査はすごい混むそうなんで、もう早速制限エリアの方にね行きたいと思います。で、今回ビジネスクラスなんで、一番右側のねレーンを利用できるということで、今回もあちらからね利用して制限エリアに行きたいと思います。それでは行きます。制限エリアに入りました。今回は、ビジネスクラスということで、一応ね ANA ラウンジ利用できるので、そちらねちょっと行ってみたいと思います。定義エリアね、やはり、まだね6時40分ぐらいなんでね、そんなに混み合ってないですね。ANA ラウンジ着きました。ちょっと行ってみたいと思います。ひどい顔ですね。トマトジュースいただきます。今ね朝の6時半ぐらいなんで、まあ、そこまでは混んでないんですけども、やっぱりティアップラウンジに比べると多分混んでる方ですかね。2、30人の方が利用されてるかなという感じです。せっかくね今回ビジネスクラス、私スーパーフライズ持ってるんで、いつでも入れるんですけども、今回ちょっと ANA ラウンジに来てみました。で搭乗までね3時間以上ありますんで、ちょっとね多分これからどんどん混み合ってくると思いますんで、ちょっとね混みがすごくなったら、
ティアトラウンジに移動したいと思います。まあ、ひとまずねトマトジュース飲んでゆっくりしたいと思います。ANA ラウンジのシャワールームに来ました。受付でねこんな感じでカードもらって、これを、ドアにかさずと開くっていう感じですね。まあ、今回ね私朝の便で、ニューヨークまで12時間ありますんで、まあ、着いてからねすぐ観光に出かけますんで、一応シャワーね朝の時点でだいぶ暑かったんで浴びていこうと思います。でやはり ANA のシャワールームってすごいですね。私 ANA のシャワールームって使うの初めてなんですけども、このアメニティの量で、スリッパまでねご自由にお持ちくださいって書いてありますね。でこれがあれですね、ダイソンのドライヤー、なんか早く乾くとか乾かないとか聞いたことあります。すごいですねこれも。で、化粧水とかもありまして、扇風機までついてるんですね。で座るところとハンガー、あとこれは足拭きマットですね。でシャワールームはこんな感じになってます。いや正直すごいですね。やっぱり私海外のラウンジのシャワールームは何個か使ったことあるんですけども、ここまですごいのは多分初なんじゃないですかね。それではちょっと浴びたいと思います。じゃあ浴びました。扇風機は本当に最高ですね。いやいいっすね、この扇風機は本当にいいですね。あれなんですよね、シャワー浴びるとちょっと暑いじゃないですか、シャワーって。そういう意味では本当にいいですよね。最近ダイヤモンドシューを始めてから肌の乾燥すごくて、こういうね化粧水もあれ、さすが日本っていう感じですよね。まあ、これを顔に塗っていいかどうかは分かるんですよね。でも扇風機は本当に優秀です。今もちょっと暑いんですけど、すごい涼めるっていう感じです。それではねラウンジ出ました。最初 ANA ラウンジにいたんですけども、ちょっとね途中からすごい混んできしまって来てしまいましたので、ティアットラウンジにいました。そろそろね登場時間になりますので、
ゲートにね向かいたいと思います。ではね、ゲートの前まで来ました。今回108番ゲートですね、羽田から JFK ですね、ニューヨーク行きたいと思います。もうちょっとまだかかるみたいなんで、ここら辺でね待ちたいと思います。今ゲートの前に来ました。今回の機体は多分あれですね、あともう本当に 1,2 分で搭乗開始すると思います。それではね、搭乗始まりましたので搭乗していきたいと思います。残念ながら10分15分ぐらい遅れてるっぽいですね。それでは行きたいと思います。無事登場しました。今回はボーイング777-300ですね。今回ビジネスクラスニューヨークということで12時間ねゆっくり楽しめたいと思います。12時間のフライトですね。ちょっとこれがダイヤモンド仕様なんですけども、まあ仕様っていう感じですけども、ちょっと楽しんでいきたいと思います。で外はこんな感じで、あ、ギリギリね羽の下も見えそうですね。ちょっとどうなるかちょっと乗ってみないとわからなかったんですけども、ギリギリ、羽の下の、空から、ね、映像も撮れそうですね。で奥にエバー航空が止まってますね。それではちょっと搭乗、出発ね待ちたいと思います。
今ね離陸して15分ぐらいなんですけども、早速ねメニューの方が登場しました。あとお絞り来ましたね。まあお酒等々がね、私はあんまり詳しくないんで分かんないんですけど、多分有名なやつがある程度あるんではないでしょうか。で今回の和食がこんな感じですね。でこちらが洋食です。ちょっと迷ったんですけど、今回は洋食をチョイスしようかなと思っております。まあ、ちょっと向こうでね和食を食べたくなるかもしれないですけども、まあ帰国の便の時にねまた利用させていただこうかなと思います。で、こちらですね、お好きな時ということで、銀だこが提供されるようになったんですね。あとパニーニ、あとポンテキ丼、すごいですね。まあ、ちょっと、この中から食べれそうだったらちょっと注文してみたいと思います。まあ、これはね、食事終わった後だったらねいつでも利用できるということなので、まあ、せっかくなんでね利用してみたいと思います。でこちらはあれですかね、和食洋食、これはまた朝ごはんがまた後から着く前に提供されるやつですね。まあとりあえずねこちらはちょっとお腹の調子とお腹の好き具合でねちょっと何食べようか決めたいと思います。ということでもうそろそろね食事が出るということですので、楽しみに待ちたいと思います。食事のサービスが始まりました。今ねトマトジュースだけ来ております。前菜が来ました。何だかわかんですね。あと恒例のトマトジュースです。それではいただきます。それではね、
が好きなんでしょうね、きっと。タイミングなのかもしれないですね。